はい、どうも、新宿アボイ金京です。伊沢です。新宿アボイの中年の翔でございます。金京が近づくとなんかパッと明るくなるな。そうそうそう、毎回そうなのよ。高校で撮ってるんですって。反射してんじゃん、そうでしょ。完全に頭に反射してるな。そう、毎回なのよ。レフ板ほら、うわっ、毎回、ここで、このカラオケボックスで撮るとき毎回そう。だから最初だけピカッて光るの。すっげえ。レフ板、レフ板、歩くレフ板、歩くレフ板、うん、レフ板金京、レフ板金京だね、うん、レフ板金京です。いいんじゃない、今日もテカリ与えていきますよ。光らすぞじゃない、テカリを与えていく、テカリを与えていく。いや、光らすぞ、悪役みたいだな。テカリを与えていくぞ。お前をテカらしてやろうか。どうも、レフ板金京です。今日もお前をテカらしてやろうか。おいいね、キングオブコント目指そう。目指そうってどういうこと。 KOC、 いや KOC、 いや言ったって2023目指そう。誰か別の人と出るってことでしょ。いやいや、コンビ出れるじゃん。コンビ出れる、キングオブコント。なんでコンビ出ちゃいけないの、あれって。あれ年数なかったっけ。年数なんかないよ。あ、ね、年数なかったか。年数なんかないよ、キングオブコントは。あ、そっか、キングオブコントは出れるんだ、基本的には。あ、出れるか、あ、出れる、あ、そうだね、確かに、言われてみればそうだ。お前を光らしてやろうか、レイフマン金城だ。いや、こっからどういう展開があるの。登場はいいとして、ね、そっから揉んでいくしかないんだよ。揉んでいくしかない。で、まあ、こっちがあれだろうな、なんか今日は落ち込んじゃって、あ、俺の人生は暗いな、みたいなことだろうな、うん、そしたら、何をそんなに落ち込んでいるんだ。え、あなた誰ですか。私はリーフマンかなんで待望マンなんて。せめて3分ぐらいはあるでしょ、尺なんで10秒で待望マン。どんな大会だよそれ。どんな予選の仕方をやってんのよ。ちょっと時間押したんだよ。時間押したん、昔の漫才新人大賞の予選じゃないんだからさ、あの漫才協会の大会、漫才コンテストの予選じゃないんだから。3分尺でお願いしてるのに、時間、会場停止の時間あるっつって1分半でみんなどんどん終わらしくっていう、それじゃないんだから。みんな首ひねってネタ振りでみんな終わるっつって、後から回収するネタの人回収できずに終わるっていう。それとは違いますから、キングオブコントはちゃんとやってます。ちゃんとね、そんなそんなそんな、そういう会場、。でもああいう会場もそういう推しあるだろうしね。いや、あるでしょうね。推しはやっぱそう、延長料金払ってるってことだよね。まあまあ、まあ、もちろんね。いや、それこそさ、歌ネタ王ってもうね、あれ、うん、去年ぐらい終わっちゃったけどさ、うん、1回だけ出たじゃん。出ました、出ました。あの、もう第1回目かな、はいはいはい、もう何年前だろ、はいはい、ほんなら、原宿のそれこそがっつりのライブハウス、はいはいはい、あの、本当に音楽バアストロホールだね。アストロホール、ね、結構有名なところでさ、あの、普通にバンドの人がやる機材とかもすごいところでさ、うん、歌ネタっていうことでその会場にしたけど、うん、ね、俺がドラムを使うかどうかの、うん、前言ったけど、うん、一応スティック、ドラムスティック持ってたら、スタッフさんが、はぁ、ドラム使っていただけるんですか、ネタの中で、つって、ありがとうございます。ね、歌ネタ王だから、歌ネタ皆さんに音ネタやりやすい環境と思って、結構ライブハウス高いんですけど、用意したんですけど、誰もみんな楽器も使わないし、ここで予選やってる意味がなかったんですよ、と思って。だと普通の劇場で良かったんですよ。もっと安いし、ドラムセットもね、ドラムセットからアンプから何か全部あったから。それで、あ、そうなんですかって言われても、俺も別にドラム使おうかどうか迷ってたぐらいだけど、そうやって出番のちょい前だったから、本当に10分15分前にさ、うん、じゃあ一応ドラム使うかと思ってさ、で一応ドラム使ったけど、別にさ、ダー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 やるものネタじゃなかったから、ただ単にドンドン。いや、申し訳ないなと思ったけどさ。いや、でも使ってくれる、うん、それまで言えなかったんでしょ、うん、がっかりしたと思うよ。そういう使い方かって、ね、そうそう、もっと叩いてくれよって。そうだから、あれだから、そうやってね、だから延長料金もそうだし、歌ネタ王はそういうのも、まあ多分次の年からは、だからまあもうあれだったんじゃない、うん、その手探りな状態で、うん、歌ネタ王っつうから、ほんとがっつりそういうバンド形式の人もいるんじゃないかなっていう予測でね。だ、多分次の年から普通の劇場で予選になったと思うよ。そうだね、下手すりゃ動画審査になったね、途中から、うん、いやいや、そうそう、そこはやるでしょ、やっぱり最低限ちゃん
ちゃんとみんなネタやれる状況は。あ、だから KOC もそうだよ。KOC、うん、漫才新人大賞は別よ、それはもういろいろあるから、会場停止時間あるから、それはもうみんな、皆さんすいません3分ネタなんですけど1分でお願いしますとかあるかも、急遽次の出番の方からぐらいまあそうやって言ってくれればまだいいよね。その時は全く言わずに勝手に事前にね、あ、うん、急に巻き出してるからね。そうそう、出場者に言わずに1分半に帰ったからね。うちらはまだ3分だったんだよね。早かったからね。早かったからね。途中からみんな1分半なんて、みんな、いや、まあそれが素晴らしいですよ、そういうのはね。そうそうそう、だからまあ洗礼と言いますかね。そうね、ホームとアウェーの差でしょうね。あの時まだうちら外部予選、外部予選です、ね、で出てた時代だからね、マザキュが入ってないから。いや、だからまあ、ね、だからボクシングとかでさ、うん、敵地外国に行ってさ、うん、チャンピオン戦う時なんてやっぱこういうこともあるから、はい、ああ確かにね、ホームタウンね、うん、あるでしょ、アドバンテージみたいな、ね、うん、そう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 、それはね、だからそういうこともあるんじゃない、外部の人たちに厳しいっていう、ね、なるほどね。まあただもう漫才師の対象はもう外部予選というもの自体がもうなくなったんだよな、うん、中東の笛的なことだったんでしょうね。そう、もう漫才協会ないだけの、うん、コンテストになりました、あれですけど。漫才協会のさ、貼ってあったね壁に、漫才新人大賞予選出ますか。ああ、出るか出ないかね、丸バツね。丸バツ、あるどういう基準かは分かんないけど、一応なんとなく若手っぽい人、若手っぽい人で名前だって書いてあって、ああ出る出ない、出る出ない、丸バツね。新宿カボ一番上に書いてあった、一番上に書いてあったね。ああいう順でもなんでもないんだけど、うん、一番上に書いてあったね。調校しないとね。それはもうまあまあ調校して、前回前々回はちょっともう本当にスケジュールの都合により、本当にスケジュールの仕事の都合っていうのがあったんでね。今年は今のところはあれ、予選は何月って書いてある、2月何日って書いてあったよね。そうですね、はい、なんか今のところ大丈夫ですよ。あ、そうですか。はい、まあ決勝、逆に決勝の日とかにかぶ、まあ、そっちもかぶる可能性あるんでね。じゃあそれに向けてあれか、はい、レフ版金木を仕上げていくか。え、漫才新人大賞でレフ版金木をやるの。あ、俺人を光らしてみたいんだよなっていう漫才。いや、やっぱり人って光らして今まで輝く側だったけど、うん、もう今年からは人を輝かせる方に行きたいっていう、っていうまず前振りから始まるわけでしょ、私の。いやー、今までさ、輝くなん、どっちかって言ったら輝く方の立場にいたけど、はいはい、俺はこれからやっぱり輝かせる方の立場でやっていきたいなと思ってんだよね。いいじゃない、じゃあちょっと俺輝かしてよ。いや、輝かしてどうやって輝していいか分かんないからさ。で、あ、もう私はもうレフ版から今日っていうのを提案してたすの。そうだよ。あ、なるほどね、伊沢さんに言われてやるんじゃなくて当たり前じゃない。あ、なるほど、なるほど。どんな入りだったの今。いやいやいや、さっきみたいなことかなと思って伊沢さんの。違う違う違う、全然全然、もう金井京さんがもう私はもう光り輝、人を光り輝かせる人間になります、もう自分じゃこれ以上輝けないっていうの分かったんで、ああ私の限界知りました、はい、もう私はもう本当これがピーク、はい、だからこれ以上は自分は輝かれない、うん、でも何回言うんだよ自分のこと、やだよ俺そんなそんな自分のことひぎすんの。確かになって俺ずっと言ってから、ああ、ああ、分かる分かる分かる、いや分かる分かる、でもそっちのネタになる分かりすぎだよって分かる分かる、そうだよな、せめてやっとやっとそんなことないですよ、やっと何年かだったの、受け入れすぎだって、俺そこまで言ってないのよ、そんなことないよ、でもまあまあまあそういう時もあるけど頑張っていこうよぐらいなこと言えんのかいって話になっちゃう、そっちのネタになっちゃうわそれだったら。あんまりもう全てのこっちの言ってること受け入れすぎて分かる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 じゃん。それはそれでちょっと気分悪いな、自分で言ってて申し訳ないけど、人にそこまで受け入れられちゃうと嫌だから。でもね、でも輝まあちょっとまあこれ以上輝くのはまあ難しいのかなと思うから、だからねやっぱり今後はね私は輝かしていきたい、ね、逆に人をね、人をね、そういう立場でやっていきたいなと思うんですよ。輝かしてよ、じゃあ伊沢さん輝かして、輝かしてくれよ。えへへへへ、私はボラーなんでタイムオーバーなんだよ。あなたが変な相槌するから伸びたんでしょ。
まだこれ冒頭10秒ぐらいの下りよ。それをなんかさ変に受け入れて、あそうだなそうだなっつったらそっちの方にこっち気になっちゃってさ、それで今1分尺伸びちゃってんだよ。俺はボカンになるよ、こんなもんやる。難しいな、もうちょっとじゃブラッシュアップしないと。ブラッシュアップ、ブラッシュアップっていうか、あいつ中変えれ、うん、はい、そうというわけで、うん、どういうわけなんだよ。はい、はい、まあ、まあ、はい、ありがとうございました。頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。